天気予報です。西日本の雪や雨は次第に止みますが、東海は夕方まで降るでしょう。関東は午後から雪や雨となり、東京都心は夕方にみぞれが降りそうです。北海道はだいたい晴れますが、日本海側の一部で雪が降るでしょう。週間予報です。明日は日本海側で雪や風が強まり、大阪や名古屋も一時的に雪が降る可能性があります。 日曜日にかけて日本海側は大雪となるところがあるでしょう。天気予報でした